今日はトランプさんを紹介したいと思います。トランプ、パワーのトランプさん、この人です。これから、彼の建てたトランプタワーに行きたいと思います。今日はですね、初めてということもありますが、私の住んでいるこのフィフスアベニューの51丁目から、ドナルド・トランプ氏のあの有名なトランプタワーをご紹介したいと思います。ご存知のようにあのトランプさんなんですけれども、このビルを建てたのは1979年で、だいたい 3,4 年かけてあのこのビルディングが建て上がったんですけれども、その時の、お金がですね、約700億円、日本円で700億円ぐらいの、お金を使って建てたものなんですよ。で そこのですね、トランプタワーのビルディングの1階には、もちろん有名なグッチ、そして隣にはティファニーがありまして、そしてちょっと 2,3 ブロック行きますとセントラルパークがあります。まあ、このニューヨークの中ではナンバーワンの立地って言ってもおかしくはありません。このマスクしてます？これよく見えますか？このマスク、フィフスアベニューって書いてありますよ。So Mookie passed away. Huh? My dog passed away. Oh, did he? Yeah. Oh. That's why I haven't seen you in the morning anymore. Okay. You still have two though, no? Yeah, no. One passed away, big what, one. What, the furry one? Yeah. Oh. And the small one, I keep it. Oh, okay. Sorry. Take care. You're not cold? No. Wow, you're still bright. You look nice. Oh, thank you. Arigato.あの彼はですね、この、 あのビルディングの、まあ、ちょっとガードマンといってもね、日本のガードマンと違って背広着で、やっぱりこのフィフスアベニューのガードマンだけあって、一応おしゃれなガードマンですけども、残念なんですよね、ここはね、あのもういつもいつも変わっちゃうんですよ。ここの689フィフスアベニュー、こうだいぶ変わりましたね。お店がずいぶんいろんなところに、買われたりクローズしたり、まあ、コロナのせいでなんですけど、ここもね、あのとても有名なマックっていうあの化粧品があったんですよ。ですごくこういつも賑わってたんですけど、ここも残念ながらもうエンプティーですね。そしてですね、ここのバレンティノのビルディング、これも閉まっちゃいました。本当にね、このフィフスアベニューも残念ながらこのコロナの影響で有名なお店がどん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 閉まって、まあ、今やってるのはこういうあの時計屋さんとか宝石屋さんですね、こういう高いものを売ってるところはまだまだ、生きながらえておりますけども、それ以外のあの小さいブティック、有名店も含めてですけれども、特にあのブティック関係のクローズが目立ちます。はい、あのですね、先週まではここにバリケードがあって、もうあのもちろんこの警察があったんですね。で、一日ここ通るたびにカバンの中見せたりとか、あとどこに行くかって聞かれたんですけど、今はもう半分以上ですね、このセキュリティのガードがなくなりまして、で、あのもう今はすっかりあの普通にも車が通れるようになりましたし、でそれまではこの56丁目って全然車が入れなかったんですね、こうバリケードが張られて。でも今もう全部オープンになりました。まだ少しその今言われていますか、少しこういうものがね、あの残ってますけど、まあでも全然普通に撮れるようになったので良かったと思います。はい、まだこの中はですね、オープンしてないですよね。オープンしたのかな。 This is not open yet? Oh, I see. So when is gonna open? I'm not sure. I think it's another set to go down for COVID and then it's open. I see. So because all the tenants is gone, so they closed. I see. Okay.
But they used to have a lot of the police here. So not anymore. Police.はい、今ですね、トランプタワーのエレベーターです。ここはレジデンシャルの、エレベーターですよ、ね、全部あのゴールドとブラウンなんですけども、皆さんご存知ですか？なんとなくこのブラウンでゴールドの感じ、なんかトランプって感じがしますよね。ところでですね、私はですね、今日初めてなんで、ちょっと帽子かなんかかぶってんですよ。実はですね、もう初めてなのに、このなんと昨日ね、頭のところここはぶつけちゃってね、机の角に。だから今日帽子かぶってます。でもまあいいですね、またかぶります。友達のお家を拝見です。で、トランプタワーなんですけど、1階から20階までがコマーシャルスペース、そして30階から68階までがレジデンスなんですけれども、この最上階にはトランプ氏と家族がお住まいになっております。で、このユニットなんですけれども、広さは約、アメリカで言いますと1600スクエアフィート、日本で言うと45坪ぐらいかな。2ベッドルームで、今レントはですね 20% ぐらい下がってるって言いますから、まあ、100万円をちょっと切るぐらいかもしれないですね。トランプさんってすごく風水に凝ってるんです。このね、段々のこの、スタルクチャーも、それからこの金ピカのね、このキラキラの、エントランスやゴールドですけど、これも風水の人の影響だと言われてます。まあ私も好きですけどね、でもここまではできませんね、やりたくても私が初めて、彼の家ですね、食事を取った時なんですけど、まずお昼だったんです。そしたらまず初めに言ったのは、じゃあこれからみんなで手洗おうって言ったんです。で、私トランプさんと並んで一緒に手を洗ったんですけども、すごい潔癖症な人なんですね。でもその人が大統領になって、あれだけの人たちと握手してた、なんかすごいなと思いますよ。あれを考えると本当にワオですね。トランプさんですね、ニューヨークではなんか嫌われちゃってて、なんか残念なんですけど、私はね、そんなにトランプさんのこと嫌いじゃないんですよ。だってね、私30年前に初めてお会いした時に、こんな素敵なビジネスマンがいるのかなっていう風にして感激したぐらいなんですから。あの頃はですね、髪の毛もふさふさしてましたし、すごくハンサムで、もっと痩せてたんですよ。でね、なんとですね、ここのね、ビルディングの一番上の彼の、お家でランチをいただきました。それが私とトランプさんの一番初めの出会いです。で、そういうこともありまして、第1回目の私の YouTube、トランプさん、トランプタワー紹介しております。